10月の、5日とうとう当日が来ました。館内ホールでの、商店街爆笑商店街の当日でございます。私のデザインした看板を設営していただいております。ありがたいです。そしてなんと1000人キャパを超える館内ホールはこちらでございます。Hardy Coronaテレビ、あなたのお店行きます。Hardy Coronaテレビ、Hardy Coronaテレビ、Hardy Coronaテレビ。さあということでけんちゃん、今日は10月の5日。10月5日、さあ何の日だか分かりますか？水曜日です。まあ水曜日正解なんですけども、はい、場所はなんとこちらです。館内ホール、じゃじゃーん、我らが館内ホールなんですよ。さあそして我々が T シャツを着てるということは、はい、さあなんと今日はですね、吉本爆笑商店街2022当日です。イエーイ、パンパカパーン、やってまいりました。とうとう来ちゃいましたね。はい。まあなんて言ってもいろいろもう半年ぐらいかけて準備してきましたよ。そうですね。まあハピゴラでもね、宣伝もさせていただきましたけど、なんとポスター。はい。これ誰が書いてるんですか？あれで、けんちゃんに書いていただきまして、ね、まあキュートもちろん出ますし、けんちゃんも昼夜出ていただいて、そうです。私も。はい。吉本芸人たくさん出ます。昼夜合わせて18組出ます。そうですね。はい。ちょっともう。準備が始まってるということで、あ、そうですか。早速中覗いてみましょうか。行っちゃいましょうか。はい、行きましょう。ハピゴラスタート。逆。ハピゴラテレビ。佐野さん、はい、今日ここまで来るのに、メンツとかいろいろメンバー決めるの大変だったんじゃないですか？いやいや大変じゃないですよ。ワクワクですよ。あ、本当ですか。だって好きなメンバー選んで。はい。でもうどう順番しようかなんていう考えるだけですから。ああ、そうですか。ここはまあ楽しいです。でもただこの問題がもうここにもありますよ。はい。定員1105人。あららら。ここをね、やっぱ、はい、平日の昼夜で埋めるっていうのは、はい、なかなかですね。これはなかなかです。いやでもメンツとしてはすごい、まあ言ったら人気メンバーも出るんで。そうですね。大丈夫ですよ。今日やっぱりだって M1 王者のパンクブーブーさんも出られて、で20年間ネタを変えない大西ライオンさんも出られるんで、はい、そうですね。ネタ1本でやってますからね。やってますよね。はい。吉本の爆笑熊田正史をキュートンと熊田正史のピンでダブル起用してますから。ダブルですか。さあいいんですかね、もう入っちゃって。いいんじゃないですか。あ、お、ちょっと、うわー、ちょっと、はい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 、広いよ。うわ、まず席の方がこれすごい、2階席もあってさあ。まだね、舞台上ちょっと準備中ですけども。じゃあ映しちゃいまして大丈夫ですか。いいですいいです。パカーン。うわー、嬉しい。これ僕が制作した看板がそのまま使っていただけているという。そうなんです。この看板終わりましたら、はい、もうバッキバキに折ってすぐ入って。いやいやいや、ちょっと待ってください。なんか少しちょっと僕に余韻を味わさせてください。そのバキバキとかひどいことしないでください。じゃあこれ担いで電車乗って帰ってもらっていいですか。いや、さすがに持って帰れないので、バキバキにしましょう。バキ、そうですね。結局皆さん楽しんでいただけるっていうのはね、はい、もうお約束しますんで。いや、本番が本当に楽しみです。あ、しんさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。どうですか、今日待ちに待った、ね、横浜、爆笑商店街祭りなんですが。館内ホール初めてだから、はい、もうワクワクしますよ。本当ですか。はい、じゃあ、お疲れ様でした。今日なんかやるんですか。あ、今日はみんなにキュートのメンバーついていくだけで。あ、そうですか。後ろの方で、はい、ポージング。はい。わかりました。よろしくお願いします。ここが今日の舞台です。あ。すごいですね。いいでしょう。かっこいいでしょう。2階席もありますよ。キャパ1000ですか。はい。キャパ1000。シンジにぴったりでしょ。はい。マイクチェックします。マイクチェック。シンジといえばもう。はい。ギリです。下手くそ。森進一。下手です。下手でしょ。下手です。見たことないでしょ。すいません、終わってすぐですけど。おお、ないよ。そんなのあんたたち。絶対通った。格闘技やってないでしょ。あ、やってた。絶対通った。絶対通る。いや、オーディションじゃないから今日。絶対通りました。違う。やった。倉本充だけ笑ってなかった。いない、そんなビッグな人。どうでした横浜イベント。いや、なんか見た目は笑ってくれなさそうなお客さんでしたけど。はい。なんか笑ってくれました。言っといてほしかったっすか。なんかちょっと出た瞬間怖かったんですけど、笑ってくれるのは絶対言っといてほしい。いや笑いに来てるから。でも最初絶対笑わなそうな雰囲気。でも今日場が悪くて前説の方がなんかお尻出すみたいな汚れ芸能をやってて、でそこから始まってトップバッターだったんでマジでそれだけやりづらい。いや俺だよ。今日はありがとうございました。本当。じゃあまた横浜イベントお願いします。また呼んでくれます？いや僕には権限ないんで坂本さんに。坂本さんに言ってください。お願いします。ありがとうございます。僕解説で食い込み芸やりますんで。俺したら仕事なくなっちゃうからやめて。お疲れ様でした。ありがとうございました。ということでおはようございます。おはようございます。今日は吉本爆笑商店街なんですが、どうですか？めちゃくちゃ楽しみです。こんな大きなところでできることはあんまりないんで。あ、本当ですか。音響がどうかなっていう、生音が響くか、広いからね、広いんで、それが不安ですけど、じゃあ、簡単なアカペラでいいんで、横浜のイメージだけ1個もらっていいですか、横浜のイメージ、はい、イメージ、あくまでもイメージ、多摩プラザや山手に住んでいる人たちはみんな、軽トラを知らない。子供とか見たことないかもしれない。あ、でもこれはありがとうございました。すみません、ライオンさん、終わったばかりですが、ちょっとコメントを軽くもらってもいいですか。いいですよ。申し訳ありません。T シャツ着ますか。あ、いいです。このまま大丈夫です。大丈夫です。はい、わかりました。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうですか横浜館内イベント。いや、めちゃくちゃあったかいお客さんでよかったです。本当に雨の中なのにね、来ていただきましてありがたいです。心配ないさ、今日何発ぐらい行かれたんですか。8発か。8発。ありがとうございます。いつも以上にやっていただいて。いえ、もうやっていただいてありがたいです。本当にまたよろしくお願いいたします。お願いします。横浜来たいです。はい、ありがとうございます。ゴンドラ乗りたいです。あ、仕事ではなくてですか。仕事じゃなくてプライベートでゴンドラ乗りたいです。すみません。お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバイ。いないいないばー。赤ちゃんだ。赤ちゃんだ。どうしたらみんな目が死んでるよ。赤ちゃん。おい、かわいいね。すいません、驚かしちゃって。でもそんな嫌な顔しなくてもいいじゃん。ひどいよ。あ、泣いちゃった。お疲れ様。お疲れ様。何どうしたの？受けたんかい。ああ、よかった。ああ、今日どうでした？いや、もう楽しかったです。何回死にました？今日は6、7回。6、7回死んだ。あ、いつもより多く死んでいただいてありがとうございます。どうでしたか舞台は？いや、もうみんなあったかくても最高でした本当に。ちょっとなんか傷になってますね。これ赤くなってますね。これはちょっと舞台でやっぱいつもネタを首がちぎれてこうなるときにこれって持ち上げるときぐらいやっぱ熱がもう。ありがとう。もう俺死んでもいいと思って舞台になってるんで。いつももう体ね命削ってライブやってるんですね。ありがとうございます。なんでちょっとやっぱやっちゃいました。またじゃあ横浜でもよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ダンプ松本さんですよね。違うんですよ。市内今日持ってきてないんですよ。いや俺ダンプ松本さんのコスプレしてるわけじゃないですか。であれグレイのなんかの楽器。誰かでもない。4分の1どれか当ててください。グレイのパートの人じゃない。グレイのパート。ジェイさんのレンゲという。あ、レンゲさん。はい。山下とチャンダルレンゲです。ああ、今日金ホールイベントですけど。はい。僕らバルーンアートを使う。はい。バルーンアートの日本チャンピオン芸人。今なんかパッとなんかあるものとかある？ああ、ありますよ。どれ。あ、何これ。まあ大体ね、我々まあこうやってIKEAの袋にね。はい。そうですね、何がいいかな。もうこのバッグに入る分だけでも全国回れるぐらいの。すごいですね、今日の意気込み。まあやっぱこれがいいんじゃないですかね、こういう、ほら、このが。お、何これ。かわいいウサギ。ああ、すごい。ウサギいるんですよね。体で気持ち悪い。おお、ガリガリ。気色悪い。あ、すごい。こういうお笑いをなりわいとして。今日これをやられるんですね。そうですね。すいません、じゃあ今日館内ホールよろしくお願いします。盛り上げます。あ、どうもひょっこりはんです。どうも久しぶり。まだ整ってないです。もう撮ってます。ダメです。もういや整ってます。まあ見てもらった方が今着いたばっかりで。ああまだ。もうまだひょっこりはんになりきれてないんで。ノーマルハンですかまだ。自然体ですね。もうほらもうメガネも白くなるやつ。もうちょっと。あいや近いな。本当にひょっこりはんこれ。ひょっこりはんだよ。え本当か？ひょっこりはんだよ。ほら。はい、ひょっこりはん。今日よろしくお願いします。お願いします。頑張るぜ。じゃあ。すみません、5GAPさんお疲れ様です。ありがとう。おお。人がやってる最中うるさい。まだやってますね。一番ダメだ。いやどうですか会場の方は。いやすごいあったかいお客さんでね。ちょっとびっくりしました。あ、そうですね。嬉しいですね、やっぱね、商店街の皆さんってあったかい方多いんですね、やっぱね。そうですね。ありがとうございます。今日不良のヤンキーのネタやられたんですか？いや、これ別にヤンキーという、ただ私服で。おかしいでしょ、これ。これおかしいでしょ。警察に捕まらないことだから、すごさがあります。まだじゃあ横浜ちょっと来る機会ありましたらぜひご一緒でよろしくお願いします。ぜひ5GAPにとってねこの年齢層一番やりやすいんだよね本当に。ねちびっこからはね年配の方までたくさんいますからぜひぜひまた呼んでください。その時は必ずですよ。いいでしょ。やってるだけなんだから。でまたよろしくお願いします。どうでした横浜のお客さん。めちゃくちゃ暖かかったです。あ本当ですか。いや良かったです。やりやすかったです本当に。本当ですか。はい。またぜひ横浜来られることあったらぜひよろしくお願いします。いやみんなやってくれたら嬉しかったな。あ本当ですか。ネタを一緒にやってくれたら嬉しかったです。今日ビーズも出ましたね。ビーズも出ました。はい。いられるような気がしていて。良かったです。またお願いします。はいよろしくお願いします。お疲れ様でした。大丈夫。なんかもっとみんな長く喋ってるけど。本当ですか。なんかありますか伝えることが。何もないけど。またぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと今回のこのイベントの YouTube なんですけど、簡単に今コメントをもらってましてちょっと怒ってんですか。様子おかしいですけど。お疲れ様でした。ああ、まおちゃんだ。韓国で話題になった。ありがとうございます。お久しぶりです。お疲れ様でした。何も喋らんや。なんか言ってくださいよ。いや言ってよ。ありがとうございました今日は。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい寂しい。ダンプ松本さんが来ましたね。ダンプ松本じゃないです。レンゲのチャンダイです。あチャンダイですか。ダンプ松本じゃないですよ。すみません。ちょっと今キュートンのメンバー待ってたねダンプさんの。僕キュートンの1位のダンプ松本じゃないです。あ違いました。違いますか。はい。すみませんね。ありがとうございます。これハッピーゴレンと使うやつ。普段こうやられてるんですね。神田さんと切磋琢磨されてるんですね。こういうふうに俺と二人で何やってるんですか。ねえ。あ、ちゃんと入ったようですね。あ最後締めましたね、セット。